ょっぴりトレイン TV。 お客様にお知らせいたします。18時26分発快速列車マリンライナー53号、高松行きはまもなく到着いたします。今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。あなたのために心を込めて動画を作りました。こんにちは、としあきです。今日の動画は茶屋町駅で撮影した快速マリンライナーの動画です。今回は、夕方のちょうど日が暮れる頃の茶屋町駅で撮影した快速マリンライナーなんですけれども、撮影しているところは結構暗かったんですけれども、一番最後にね、ちょっとカメラを太陽の方に向けたところありますけれども、あそこはまだ明るいというね、そういう風な微妙な明るさのところで撮影しました。茶屋町駅は高架のところでちょうどね、登ってくるところから、撮影できるので、このカットだったら結構ね、いい感じに高架を登ってくる列車を撮影できるのかなと思います。この2番3番乗り場に列車が入ってない時にね、そこ越しに撮るやつはね、結構まあまあいいかなと私は個人的にちょっと思ってます。今回、茶屋町駅に行った時にはこのカットが結構多いですね。なので、はい、そんなところでしょうか。また快速マリンライナーね、近所なんで、いろんな駅で撮影しようと思っています。この前の動画でもちょっと喋りましたけれども、昼間のね、茶屋町駅も一回ちょっと行きたいなと思っています。はい、またよかったらチャンネル登録等もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録、動画の評価、コメントも書いてくれると嬉しいです。ではまた次の動画をお楽しみください。